俺は流しのカードバウター。なんだ、もしかしてスカウトか。歌えるバウターがいるって聞きつけてはるばるこんな場所まで来てくれたのか。まあ条件次第だが、どうしてもっていうならデビューしてやってもいいぜ。いや、ゴー、なんだよ、スカウトじゃないのかよ。紛らわしいな。俺は流しのニール。いつか大物になるギタリストバウターさ。俺とバウトしておくと後々自慢できるぜ。
まった。思えば勝った記憶はほとんどないな。俺っては才能ないのかな。聞こえる。敗者を奮い立たせるような激しいコード進行。メロディーが降りてきた。やっぱり俺は天才ギタリストバウターだ。バウトの負けは芸の肥やしってな。あんたのおかげでいい曲が生まれそうだ。いつかビッグになって両親に楽させてやりてんだ。それまで俺はこのギターとカードで戦い続けるぜ。私は反死んだ青年団所属、クイーンズブラッド推進委員のミザリーです。皆さんにクイーンズブラッドを知ってもらうために活動しています。ゆくゆくは死んだとカードバウトを通じて交渉するつもりです。ぜひ啓蒙活動にご協力ください。
素晴らしい。テーブルで向かい合ってカードを交わすことで通じ合えた気がします。これであなたも同志、クイーンズブラッド推進委員の一員です。私、クイーンズブラッドでならどんな人とも友達になれると思うんですよ。世界を平和に導くには武力ではなく遊びが必要なんです。どうしよう。世界中でバウトをしてこの楽しい遊びを広めてくれたまえ。よろしく頼んだぞ。サイドジュノンに。いいか、みんな聞いてくれ。ああ、なんだ。俺たちの故郷ジュノンの海、本当の色を覚えているか。どれも挑戦し、やっと骨のありそうな奴が来た。俺はさすらいのカマド、強者を求めて世界を旅するバウターだ。山を越え、川を渡り、草原をさすらい、大自然と触れ合う中で俺はクイーンズブラッドの神髄を見た。それをお前に披露してやろう。さあ、準備はいいか。
これがクイーンズブラッドの神髄だ。ここで一番強い奴はどい？お前の神髄を見せてくれないか。何が起こっている？私はただ
皆で遊べるものを作りたくて。なんだ、まただ。今の声本当になのか。いや、ありえない。ただのカードゲームだったはずだ。バカ、どうして。このままでは今すぐクイーンズブラッドを。どうした？カードバウトにのめり込みすぎるあまり剣客でも見たか、亡霊でも見たような顔をしているぞ。そういえばクイーンズブラッドの生みの親である歴史学者のリドラルもカードを発売してすぐに奇妙な声が聞こえると言っていたらしい。その後人前から姿を消し自宅で孤独に死んだそうだ。このゲームに人生を狂わされた者は少なくない。それほど魅力的で奥深いというべきか。うん、お前と戦って新たな神髄を見つけることができた。良い修行になった。感謝する。コンドルポート周辺にエンシェントマタンの反応を確認。やはりそこが入り口になっているようですね。しゃあねえな、神羅の野郎どもを蹴散らしてやら。行く？慣れないな、この感じ。言うほど悪くはない。よろろと隊長、皆さんまた来てくれたんですね。おお、共にあやつらから我が宝を取り戻そうぞ。あれは俺たちの世界にあったもんだ。お前のもんじゃねえ。いい、黙れ黙れ、ごたくは良いのだ。今はとにかく突撃。本作戦の目標は神羅軍に奪われた物資の奪還です。隊長の無謀な作戦では敗退は必至。どうか力を貸してください。ヘブン、
援護します隊長。ああ、俺たちも行くぞ。